すいません。こんにちは、やっほー。こんにちは。寝起きじゃないわ。全然寝起きじゃないですよ。ちゃんと起きてます。何時間も前から起きてます。それこそドライブとかやってた。でもエール送ってないから起きてるか分かんないか。起きてました。ちなみに今コンタクトが乾いて目が痛いです。こんにちは、やっほー。ジロさん、ハートありがとうございます。多分眠そうに見える理由は、今日はやることを終わってお風呂に入ったので、もうそのせいだと思います。はい、もう今日はもう終わり、何もしない。あとはもう何もしない一日、テレビ見てのんびり過ごす一日。そうだからだと思う。今日は何もしない一日です。この後こんにちは。ヤローさん、ミラーボールありがとうございます。歌うか、なんかいっぱい溜まってるやつ歌おう。久々に来た、しかもミラーボール。オフ、完全にオフです。もうオフモード。橋本、今日は何の日でしょう。本当はね、あなたが好き。最低なこと言っちゃってごめんね。 TikTok あげました、見てね。防災とボランティアの日だって。防災とボランティアの日、
防災ボランティアといえばあの曲なのかなみたいなのはありますけど、すごい前髪決まらなすぎてマジドライヤーしたまんまなので前髪決まらなすぎてる。最近ここがね分かれるんですよ。つらい寝癖です。寝癖？何？生え癖？よし、じゃあ今日はこの曲で。なんかミラーボールいっぱい来てるんで。手のひらでつかめるものなんてたかが知れている。指を聞く広げてみても何かがこぼれてく。それでも僕はこの手のひら何度も差し出して、目の前にある未来の砂をそっとかき集めよう。夢はいつも一人で見始めるもの。過ぎた時も忘れるくらい、今やりたいことやればいい。たとえそれが小さな手のひらでも、一生懸命すくい続ければ、いつか山ができる。その砂をぎゅっと握ってみよう。言葉よりも先にこの手のひらの大きさなんて何も考えるな。あ、分かんなくなっちゃった。あの空より人間はちっぽけだけど生まれ変われる。あの空より人間はちっぽけだけど生まれ変われるよみたいなったよね。あれ、わかんなくなりました。ちょっと YouTube で聞きます。なかなかね、2番歌う機会なんてねないですからね。あの空より人間はみたいな感じじゃなかった？ちっぽけだけど。いつか山ができる。砂をそっと握ってみよう。言葉よりも先にこの手のひらの大きさなんて何も考えるな。だよね。なんかリズム変わるんですよね。空より人間はちっぽけ。はい、正解でした。ちょっと 2A から歌います、すいません。その砂をぎゅっと握ってみよう。言葉よりも先に
空より人間はちっぽけだけど生まれ変われるよ。夢はいつもみんなで助け合うもの。こぼれた砂拾い集めて、砂拾い集めて、めてしずつ、めてだ。こぼれた砂拾い集めて、めて少しずつ積み上げればいい。一人きりじゃわずかな手応えでも、その手のひらがいくつもあれば、きっと山はできる。ララ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 。手のひらが語ること。ありがとうございます。ちょっとラの部分だけちょっとシュンって省略しちゃったっていうとあれですけど、短くしました。ありがとうございます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ということで、今ギャローさんがくれた4つ分、今くれたわけじゃないけど、これまでくれてた4つ分、竹兄さんの2つ分、うん、まあ、なんか19個減らします。7,8 ズーデスさん来てくれてるから、ズーデスさんの9、誰かいるかな、なんか投げてくれてて、いる人いないか、いるかな、探してます。ギャローさんミラボルも一つありがとうございます。10 じゃあこれで10、多分覚えてないと思うので許されるはず。うん、大丈夫、許される。オッケー、ありがとうございます。5時くらいまで、5時前には配信切ろうかなって思ってる。あの、はい、いつものです。5時はいつものあれなので、はい、5時前には配信を切ろうと思っております。
この時間は何を話すかというと、とりあえず髪の毛トゥルトゥルです。今はい、お風呂上がりなので、そんなことはどうでもいい。夜空より人間はちっぽけだけど、生まれ変われるよ。そう、もうお風呂入っちゃったの。あ、再販よろしくです急に。はい、そうですね、再販、私全部余ってるので2月12日はコスプレする予定です。おすすめは2月12日の第2部と、あれ2部だっけ、2部とそう、サイン会と2月19の第7部サイン会です。そう、シュープレの4コマ漫画さん出てます。いや、もうなんか毎日配信してると何喋っていいか本当に分かんない。何喋ろう。どうしよう。とりあえずまつげ塗ります。これはまつげの長さを伸ばすために塗ってるやつ。物語を読みましょう。今ここで私がどういうこと、どうやって。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは川へ洗濯に、おばあさんは間違えたおじいさんは山へ芝刈りに、お母さんは山へ川へ洗濯に行きました。おじいさんが山へ芝刈りをしている間、おばあさんが川で洗濯をしていると、大きな桃がどんぶらこうどんぶらこうと流れてきました。おばあさんはそれを見てびっくり、とりあえずおじいさんに見せたいと思ってお家に持って帰ると、おじいさんが、わあ、これは大きな桃だね、中を割ってみようと言ったので、おじいさんとおばあさんは桃を割ることにしました。その桃を割ってみると、なんとびっくり、桃から子供が出てきたではありませんか。そのおじいさんとおばあさんは桃から出てきた子供に桃太郎と名付けて、いろいろなことをさせました。例えば、困っている人がいたら声をかけるんだよだったりとか、畑の仕事を手伝わせたり、一緒に洗濯をさせたり、いろいろなことを手伝わせて、何でもできるスーパーマンに桃太郎はなりました。すると隣町で鬼が暴れているという噂が流れてきました。隣町で鬼が暴れているという噂を聞きつけた桃太郎は、おじいさんとおばあさんに、僕は隣町に行ってみんなを助けるんだと言って、桃太郎はその鬼を退治しに行こうとしました。大事に大事に育ててきた桃太郎が
隣町に鬼を退治にしにする退治しに行くと聞いたおじいさんとおばあさんはなんとびっくり。おじいさんとおばあさんはその鬼がいる隣町に行く桃太郎にきびだんごを作って渡してあげ、おばあさんはきびだんごを作って渡しました。おじいさんは旗を作って桃太郎に持たせました。桃太郎は道中一人じゃ心配だなと思い、犬、猿、キジにそれぞれきびだんごをあげて仲間になってもらいました。するとそのきびだんごの中には最強になれるそんな魔法のエキスが入っており、犬、猿、キジは最強になりました。そして隣町に行った桃太郎と犬、猿、キジは鬼を見事退治することができました。しかしその鬼たちはなぜ隣町で暴れていたかというと、鬼ヶ島にいる鬼にやれと言われたんだと言い、今度は桃太郎は鬼ヶ島にいる鬼たちを退治しに行かねばならぬと言って鬼たちに鬼ヶ島の場所を聞きました。鬼ヶ島の場所はとても遠く遠かったのですが、鬼たちを仲間にすることでどこでもドアが使えるようになりました。そしてその鬼たちを仲間に、鬼たちにきびだんごをあげて仲間にして一緒に鬼ヶ島に行くことにしました。どこでもドアを使って行った鬼ヶ島の場所はなんとびっくり、とっても鬼たちが多いそんな鬼ヶ島でした。でもこちらには犬、猿、キジ、そして隣町で暴れていた鬼たちが一緒になって戦いました。すると鬼ヶ島のボスも一緒に、なんか謎に鬼ヶ島のボスのところまでやってくることができました。そこまで倒してきた鬼たちを仲間にきびだんごをあげて、鬼たちにきびだんごをあげて鬼たちを仲間にすることで、鬼ヶ島のボスは、僕はそんな大勢の鬼たちと戦えませんと不戦勝してきました。そして鬼ヶ島にいた鬼は全員桃太郎の仲間になりました。するとその鬼たちは隣町の人たちや他の住民から奪った金や銀、財宝などをこれ悪かったと言って返してくれました。桃太郎はへえへえへえと思いながらその金銀財宝を持っておじいさんとおばあさんのもとに帰りました。するとおじいさんとおばあさんはもうその家からいなくなってしまっていました。どういうことでしょう。そうです、どこでもドアを使ったことにより時空が歪んで、なぜか桃太郎は千年後の世界に行ってしまいました。これいつまで続ければいいんだろうその千年後の世界では桃は普通に川から流れてきて、桃太郎が量産されていました。そして僕桃太郎はあまりいらなくなってしまいました。金銀財宝もその歪んだ時空の場所ではあまり価値もなく、隣の町の人たちも桃太郎のことは、桃太郎その一のことは
知らなくなり、僕は何をしに鬼ヶ島に行って鬼を退治したんだろうと桃太郎は自暴自棄になってしまいました。そんな時におじいさんが芝刈りに行っていたなぁと、そのおじいさんが芝刈りに行っていた山のセットを持って芝刈りに行くことにしました。その山の中になんと光る竹が一本ありました。桃太郎はその竹を割ってみると中から女の子が出てきました。桃太郎はその女の子にかぐや姫と名前をつけ、大事に大事に育てました。大事に大事に育てられたかぐや姫は急に変なことを言い始めました。私は月に帰らねばなりません。この人は何を言っているんだろうと桃太郎は思いました。もう無理だ、もう無理、どうしたらいいか分かんない。はい、もう終わり。もう終わり、話のオチも何もない。うん、これは何の話ですか。分かった、月に帰らねばなりませんと言いました。まだ続ける。そしてその晩、かぐや姫はかぐや姫は本当に月に帰ってしまいました。はあ、僕はなんでかぐや姫と一緒に月に行けなかったんだと後悔をして、桃太郎は涙を流しながらお風呂に入りました。お風呂で泣いていると、溺れかけそうになりました。その瞬間です、桃太郎ははっと目を覚ましました。なんとここまでの話はすべて桃太郎のすべて桃太郎の夢の中だったのです。そうです、桃太郎は3年間なんと眠りについていました。そう、この人の名前は桃太郎ではなく3年寝太郎でした。なんか3年寝太郎みたいな話ありましたよね。あれなかったでしたっけ。あれありませんでしたっけ。三年寝太郎、ほらある。3年間寝て転がっていたばかりの、ただ一見ただの怠け者が突然起き出した末に、考えなど大きいことをするという話。三年寝太郎でした。だからみんなが桃太郎だと思っていた人は全員が三年寝太郎でした。ちゃんちゃん。
さて問題です。私はいくつの物語昔話をつなげたでしょうか。何個か分かんないや。桃太郎を三年寝太郎をかぐや姫浦島太郎なんか確かになんか千年うんちゃらみたいなありましたね。あとなんかある。そんなもんよ鶴の恩返しはない。隣町は特に何でもないです。なんか適当に出てきただけはい。猿もカニも出てきてないので、犬と猿、あ、猿出てきた。でもカニ出てきてないからダメ。犬猿キジしか出てないです。どこでもドア創作物語でした。やば、創作物語話して10分ぐらい話してたよ。大丈夫でもお話は作れるので、もう作れるんだなって思いました。はい、キラさんハートありがとうございます。話そう。かなりどうでもいい時間、ありがとう。どうでもいい時間に付き合ってくれて退出しないでいてくれてありがとう。もうお風呂入っちゃったから眠たいんだよね今。すごい眠すぎる。お風呂って人を眠くさせる力がある。最強。
そう、富山今日晴れ、いい天気でした。体ポカポカ、キューティクル最強。自由人です、こんばんは、自由人です。メイクする気にはならないし、今日は避難訓練をする日でした。そうなの？避難訓練してたんだ。お疲れ様。お風呂早すぎる。いやもうだってさ、夜に入んのめんどくさいじゃん。もうやることないし、今日あとずっと家にいるだけだし、お風呂入っちゃおうと思って入りました。うん、夜も入るんかと思った。静香ちゃん誰誰、橋本春菜ちゃんだよ。頑張ってください。ありがとう、頑張ります。君って泣いたりしないだよね。おや静香さん、昨日ドレミファドンのあれ見てて、録画してたの見てて、大家さんがすごい活躍されてました。すごいと思って。うん、なんかタイトルって出てこないですね。あ、あの曲わかるわかるって思って A メロ B メロ歌えるんだけど、サビも歌えるんだけど、タイトルが出てこない。うん、そう。でも面白かったのはハライチさんの岩井さんがアニメの時にめっちゃもう無双しててそれがおもろかったです。はい。それがおもろすぎた。そう、私たちだと踊れるし歌えるけどタイトル出てこないみたいな、あるある。そうなんですよ。うん。走る雲も垂れて垂れて垂れて、今日も TikTok 載せますね。
ストはヘビーローテーションをなんか演奏されてた時に、あのジョバスで活躍されてたエブリンさんが踊ってたのが可愛かったですはい、可愛いってなりました。こんにちは。明日でやってみっちゃのガラス工房作品編集寮みたい。でももうめっちゃあれですよね、2回ぐらい私あれやったよね、やんなかったっけ、やってないっけ、もう一回やった方がいい、あれやんなかったっけ、誰か覚えてる人います？2回ぐらい一緒に見ようやった気がしなくもない。あれ1回しか、年末の1回しかやってない？年末に1回やったんですよね。ガラスは1回、その前のは2回。じゃあ今日の夜見る？明日はね、東大王をね見たいなと思ってるんだよ。あれ入るよね、水曜日だから入るはず。明日は東大を一緒に見よう、配信をする予定なので、それが7時8時で、ご飯食べてまた9時ぐらいから配信する予定です。はい、そんな感じかな。年末スペシャル未公開シーンね、それも見よう一緒に。また私はもう見たけどまた見ましょう。明日はとりあえず7時8時で東大王を見て、9時ぐらいからもう一回ご飯食べて、9時ぐらいから配信する予定なので、みんなはその8時9時の間にお風呂入ったりとか、ご飯はハルピョンの配信見ながらでも多分食べれると思うから、お風呂入ったりしてください。その8時9時の間に、また夜後で言うね。よろしく。今日やることは TikTok 更新、インスタ投稿、4ムービー、あとドラエグのエールね。よし、
頑張ります。今日もあとやることは4つ。今日今日はあと8時間もあります。いや8時間あればできる全部余裕。8時間あれば全部できる。余裕すぎる。安心して、変顔。猫みたいにゃあああ、できるんです。私猫できるんですよ。すごっ。できるんです。めっちゃできる。猫は得意。猫をかぶるのも得意ですよ。せーの。みんな今日は何をしているのかな。ハロピョンはあなたのために今日も一生懸命生きた。やば。これ猫かぶってるって言うのかな。猫かぶってるわけじゃないよね、これ。なんかちょっと重い彼女になってるだけだよね。やばい。うん。激重彼女になってるだけじゃない？そうですよね。
もかぶってないよ。いや、かぶってるかぶってる、ちゃんとかぶってる、かぶらせてかぶってるって言わせて。これが素だと思われる、よくない。着ぐるみかぶろう。富山に行って魚介が食べた。え、ぜひ早めに来て寒ぶり食べてください。もう終わっちゃう、もう寒ぶり宣言終わっちゃったから、多分もう終わっちゃうので、出回ってるぶりが寒ぶりじゃなくなる。うん、シュープレ見ましただって、ありがとう。なんかシュープレ見たよって言われたら、なんか私あれグラビアでもやったのかなって思われそうだけど、あ、すいません、漫画になっただけです。でも漫画になるってもすごいことですからね、本当に嬉しい、うん、すごい嬉しいことなので。ヘルプミーだって、どうした、助けます、どうしちゃったの、どうしちゃったの、どうしたの。私メイク道具どこやったっけ、キャリーの中だっけ、メイク道具の中に爪切り入れてたはず。どうした、助けさせてもらってもよろしい。でも何助けたらいいか分かんない。キラさんハートありがとうございます、ありがとう。
こんな口になったらどう？ノーマルこれ。こんにちは。お腹減ったの？なんか食べなよ。キラさん、ハートありがとう。今日のハルピョンだよ。今日は何をしたのかな、みんな。元気？やっほー。おはよう。ハルピョンはもう眠たい。明日カツ屋に行くんだけど、調べたら白カツ丼っていうのがあるらしい。白カツ丼って何？美味しいの？調べようっと。白カツ丼、知りたい。ふわたま白カツ丼、何それ？卵を上に乗せる。へー、おもろ。ねえ、めっちゃおもろ。でも閉じてあんのが好きなんだよね、私。どこでもやってんの？期間限定。うわ、白ネギ、白だし、かき醤油、うまそう。でも普通のカツ丼より130円も高い。そういうとこ見ちゃうんだよね。ピョンが行くなら俺も行く。ピョンは迷ってる。ママたちに聞いてみるね。今日カツ丼の気分とかじゃないって。富山駅の白エビ亭はたまに寄ってます。立地だね。美味しいよ、とっても美味しい。でもちょっとお高い。うん、富山、あ、東京駅だった、ごめん間違えた。普通のやつで間に合ってる。うん、普通のやつも美味しい。特カツ丼ってのも美味しいよ。あ、今日は多分外には出ないよ。ハルピョンもう今日何もしたくない一日だから、もうお家でゴロゴロ。っていうかさ、こんなことやってる22歳ってやばいよね。頭おかしいと思われる。どうしよう。ははは。やば。でも22歳の脳みそなんてこうですからね、マジで。なんか周りの22歳は大人ぶってるだけであってこうですから。はい。そうですよ。
ねえ、そうだよね。お話し会、うさぎさんの、うさぎさんはメンバーからどう評判でしたか？だって。お話し会、私基本的にもう写真は撮ったけど、服脱いで みんなとお話ししてた時には上服なんかモコモコのやつ着てたんですけど、ワンショット写真の時とかはそれ脱いだりとかしてたけど、でも基本的にはスクショした？なんでスクショしたの？何をスクショしたんですか？お話し会の画面をスクショ？ダメですよ。それダメですよ。違法です。それ。はい。あれ？どういうことだ？違うのかな？違法ですよ。おっと？あ、さっきのこの私？これの私ですか？違法です、違法です。これも違法です、違法です。今宮選手のふんどし姿は見ましたか？見ました、ニュースで見ました。なんかちょっとお腹の部分がな、筋肉なのかわからないけど、ちょっとぽちゃりしてましたね。あれ？さっきの写真はマジで使わないでください。はい。ふわたま白カツ丼の梅と竹の違いが分かりません。カツヤの梅と竹の違いは大きさ、なんかカツの大きさの違いであって、はい、そうなんですよ。だから味が違うとかじゃなくて、カツの大きさが違うんですよ。なんかロース 80g と 120g だったかな、違ったっけ。メニュー、梅 80g ロース、竹 120g、 すごない？私やばい、グラム数まで当てちゃう女、やばい、やめてほしい。どう、こんなアイドル。カツヤの肉のグラム数当てる女。やば。でもさ、なんかさ、フレンチのさ、なんかどっか、コースとかわかんないんですよね。そう、なんかナイフどっから、外側から食べるんでしたっけ、なんかそういうのとかわかんない。でもそういうのね、そういうのを分かってる方が嫌ですよね。どうなんですか、こっちの方が良くない？全然マジで、さなんか一時期流行ったじゃん、サイゼリアで喜ぶ彼女みたいな。いやマジサイゼリアで喜ぶんだけどと思いながら。うん、サイゼリアなんて最高じゃん、大好き、ミラノ風ドリア大好き。温玉トッピングしていいよって言われたら、もうありがとうございますって感じ、本当に。好きってなります。うん、カツヤ大好き、マジ。港区とか行ってほしい。一番似合わないでしょ、港区。でもなんかしくじり先生、峯岸さんのやつ見たんですけど、あれなんだっけ、西なんちゃらとなんちゃら、行かない、行かないぞって、はい、決めました。そう、峯岸さんの
しくじり先生1月3日とかにやってたやつ見たんですけど、西麻布かな、わかんない、西麻布だった？行かないぞって港区女子にはならないぞってってか一番マジなれなそうな女が言ってんのおもろい、うん、勝也で豚汁つけよういいの、豚汁なんてつけちゃって、豚汁の中に入ってる里芋大好きなんです私、はい、いいのつけても、うん、嬉しい、ありがとう、万歳。港区女子、てか港区女子ってどんな感じなんですか逆に。いやさっぱりキャベツつけてくれればそれでいいんだけど、マジさっぱりキャベツメニューからなくなったからもう無理もう無理、やっていけない。カツ丼松と豚汁明日食べに行きます。だってサイゼのフリウリ風フリコ、え、なんか私いつもさ結局さ食べるもの決まっちゃうんだよね、結局いつもなんかあれなの、ドリア頼むいつも結局ドリアなんですよね、冒険。そうですね、でもこの間パルルさんの YouTube で小エビのサラダが美味しいっていうのを見て、小エビのサラダを初めてこの間食べて美味しかったです、はい、とっても美味しくてそこは冒険しましたね。サイゼリア、あとはメニュー、サイゼリアメニュー、好きなのはでも昔好きだったものとか言っていいですか。フォカッチャ、アイスが乗ってるフォカッチャのシナモンのやつのデザートが大好きだったんですけど、なんかなくなっちゃって、なんか別々になっちゃったんですよね。そう、これだ、ジェラートプチシナモンフォカプチフォッカっていうのがあるんですけど、これが今別々なんですよ。で私が好きだった時のはあのここにフォッカッチャがあって、その上にアイスが乗ってて、そのシナモンとかかかっててみたいな、それが美味しかったんですけど、あの今はもうフォカッチャが4つに切れてるちっちゃいやつになってて、でデザートアイスとはまた別になってるみたいな感じなんですよ。なんかちょっと楽してんだよね58分ありがとう、教えてくれて。もうね終わるのやめた、諦めた、ミュートにするって決めた、うん、え、焼きリンゴコンポート、何それ美味しそう、食べたい。
サイゼリアの締めはティラミス。ティラミス食べれないから食べたことない。フォカッチャオとプチフォカッチャオの4つは同じさ、え、でもさ、なんかさ、ちょっと違うじゃん気持ちが。なんか切れてるみたいな、ちょっと残念ショックみたいなのがあるから、そう、切れてない方が、切れてないっすよの方が嬉しい。ちょっと一瞬見落としますね、すいません。あ、ありがとうございます。15分ぐらいには終わろうかな。ちょっと伸ばしちゃったけど、うん。エスカルゴはまだありますか？だってもう消しちゃった、サイゼリアのメニュー。でもブロッコリーのクタクタはあります。はい、ブロッコリーのクタクタはあります。橋本さん、すごく色っぽくなりましたね、多分お風呂上がりだから。お風呂上がりだからだと思います。美味しそう、イタリア風もつ煮込み、めっちゃうまそう。これポップコーンシュリンプ、美味しそう、食べてみたい。ほうれん草のクタクタとブロッコリーのクタクタがありますよ。チキンのシーザーサラダもおすすめ、美味しい。エスカルゴのオーブン焼き、あるある。エスカルゴだって食べたことない。え、グラスワイン100円で売ってんの、やば、すご、安いのかな、え、安いよね、え、安くないのかな、わかんな。ワインとかホワイトソースがうまいんだよな。せやねんな。だってめっちゃ安くない？私だって1個で結構満足、お腹いっぱい満足だからさ、って考えたらさ、300円でお腹いっぱいになるんですよ、やばっ。なんて幸せなの。ハンバーグにさ、トマトのタレとチーズつけて500円だよ。ご飯頼んでもプラス150円、安っ。でもこれも一回食べてみたいの、若鶏のディアボラ風。そう、食べてみたい。うわ、これ美味しそう、柔らかチキンのチーズ焼き、うわー、サイゼリア行きたくなってきちゃった。幸せ、こうメニュー見てる時ってすごい幸せ。
まだやってた。もうすぐ終わる。もうすぐ終わっちゃうよ。あと5分したらランキング読む。りんちゃんもサイゼ好き。そうなんだ。りんちゃんってなんかすごいところのご飯しか食べなそう。いや、サイゼリアがすごくないって言ってるわけじゃないですよ。でも、ね、やっぱなんか安いからサイゼリア、そう、行かなそう、うん、じゃない。なんか茨城で学生とかしてた頃は行ってたかもしれないけど、偏見ですよ。サイゼって高校生の聖地って感じ。え、それな。実際私も高校生の時本当にめっちゃ行ってたもん。ずっとではないけどめっちゃ行ってた、うん、駅前のシックのサイゼリア、あこめっちゃ行ってた、うん、富山と茨城どっちが都会ですか。そんなの知らん。茨城に住んだことないし、茨城行ったことあるっけ。私通ったことあるかもだけど、え、全然高校生の時私サイゼ一人で入ってましたよ。はい、全然入ってました。制服着て入ってた、入ってた。いや、マックも美味しいんよ。でもマックはさ、やっぱさ、ハンバーガー一択じゃないですか、基本的には。まあ、チキンとかはあるにしろ、それがそのお店だからいいんだけど。でもサイゼはやっぱあの、じゃあチキンがあったりパスタがあったりピザがあったりドリアがあったり、いろんなメニューがあるじゃんっていう理由と、あとは普通に私が高校生の時富山駅にマックなくて、そう、あのマックできたのいつだっけな、いつぐらいだっけ忘れたけど、でもなくって、そうなかったんですよね。だからそう、ロッテリアしかなくって、駅前にハンバーガー屋さん、今はマックもできたしバーガーキングもできたし、そう、モスはないかな、確かないはず。そうそうそう、そうなんですよ。なのでマックがなかったっていう、うん、のもあっていつもサイゼリアでした。学生の味方サイゼリアしかなくて、なんか昔はミスドもあったんですけど、なんかね、なくなっちゃったんだよね途中で。なんか人が来なかったかなんか知らないけど、私そうなくなっちゃって。いや違います、富山にマックがなかったわけじゃないですよ。駅前、富山の駅前、富山駅の前にマックがなかっただけで、富山県にマックがなかったわけではありません。はい、なんかちょっとバカにされてます。ちょっとやめてもらっていいですか。はい、富山にはマックありましたよ。はい、
やめてください、なんか。スタバだってあんだからね、こっちは世界一美しいスタバか。うん、あんだからちゃんと。砂場ないけどスタバはあんだよ、こっちは。おうよ、富山の駅前にスタバ2つ、いや3つあるんですよ。世界一美しいスタバでしょ、であのマリエの中にあるスタバでしょ、でしかも日本に5個6個とかしかないスタバが一つあって、ティバーナっていう。そうですよ、東京とか大阪とか福岡にしかないスタバが富山にあるんですよ。はい、バカにしないでください、茨城にないからね。そのスタババカにしないで。富山はみずほ銀行が少ないです。いや、ゆうちょか北陸に切り替えてくれ、だとしたら。切り替えてくださいってな感じでランキング読みます。なんかこれ以上喋ってもマウント取られるだけなので、また夜配信する予定だから、その時見に来て、待ってます。いきます。1位キラさん、ありがとうございます。2位ギャローさん、ありがとうございます。3位ハルさん、ありがとうございます。4位ズーデスさん、ありがとうございます。5位ニッシーさん、ありがとうございます。6位アキタン、平田優奈、1位感謝ゆかこ、1位さん、ありがとうございます。7位小狐777さん、ありがとうございます。8位ベベモンさん、ありがとうございます。9位チエンさん、ありがとうございます。10位カニネコサクラさん、ありがとうございます。11位ターンさん、ありがとうございます。12位ゆきちゃんさん、ありがとうございます。13位鬼塚秀吉あと最強ツンデレ猫好きお嬢さん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はコペルさんです、ありがとうございます。ということで皆さん、この時間に見に来てくださってありがとうございました。また夜配信しようと思っているので、ぜひ来てください。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、鷺のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5977人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃった、富山県代表春ぴょんこと橋本春奈でした。あ、6030人になった、ありがとうございました。それではまた後で配信、夜配信多分やります。バイバーイ。